翌日俺は早速道場に向かいカナオ相手に全身訓練に挑んだ相変わらずカナオはとてもすごく素早かったけど <noise> 全集中の呼吸常駐を得得した俺はなんとかカナオを捕らえることができたこれで残すは反射訓練お茶かけ勝負だけだ よろしいですかはいわかりましたこの前まではまるで相手にならなかったけど今日こそは勝つお願いします お願いしますいつでもどうぞいい勝負です頑張ってかなを相手にここまでできるなんて常駐を得得したおかげだ もっともっと反射速度を出せればうう素晴っらしい成長ぶりですねすごいカナに勝つなんてお見事ですありがとうございます 全員伊之助。やばいこのままだとモンジローに差をつけられちまう炭治郎くんが得得したのは全集中・常駐という技です<ん> <laughs> 全集中の呼吸を四六時中やり続けることにより基礎体力が飛躍的に上がります これはまあ基本の技というかしょ的な技術なのでできて当然ですけれども得得するには相当な努力が必要ですよねまあできて当然ですけれどもびっくりくんなら簡単かと思っていたのですができないんですかまあできて当然ですけれど仕方ないですできないなら。 しょうがないしょうがない、はあ、できるっつうの当然になめるんじゃねえやへっ頑張ってください善一くん一番応援していますよそれから9日善一と伊之助はあれから火のついたように訓練を繰り返し あっという間にコツをつかんだようで全集中・常駐を得得した二人は全身訓練も反射訓練もすぐに終わらせてしまったこれで三人揃って訓練が完了した長かったでもとても力をつけることができたそして 問題なさそうですね診察は以上です体はもう大丈夫ですから安心して任務に邁進してくださいじゃあ訓練はもうはいあとは実践あるのみですはいあそうだ忍さん一つ聞きたいことがあって何でしょう日ノ神神楽って聞いたことはありますかありませんで、あじ じゃあじゃあ火の呼吸とかありませんひじ実は俺の子供の頃の話になるんですがふんふんなるほどなぜかかまどくんのお父さんは火の呼吸を使っていた私で分かることは 炎の呼吸はありますが火の呼吸ではないということえ同じではないんですか私も司祭は分からなくてごめんなさいねただそのあたりの呼び方について厳しいのですよ炎の呼吸を火の呼吸と呼んではならない詳しいことは縁柱の煉獄さんに尋ねてみるといいかもしれませんカラスにお願いしましょう ありがとうございます煉獄さんにいろいろと聞いてみますでは失礼します鎌田くんはい期待していますねはいよし行こう mm -hmm. これは こはみさん、私はでほほみんな、俺と別れるのが寂しいんだね俺だけ残ってもいいよ 善一さんは少し女の子に対して気遣いや節度を覚えてくださいねはいオワオワするでもちょっとはがいなくなって悲しいでしょ悲しくありません炭治郎さん体を大切にしてください無理をなさらないよういっぱい鬼を倒してくださいうん 今までありがとう。じゃあ、みんな行ってきます。無限列車の任務には、炭治郎たちに言ってもらうことにしたよ。 かまどくんはまっすぐで努力し積み重ねることができますそれによる伸びしろは期待以上のものでしたそして何より彼には鬼仏寺を倒すというはっきりとした目的がありますそれについては私も同じ意見だあとかまどくんのお父さんが火の呼吸を使っていたと本人から聞きました ほう現状ではまだ力不足であることは否めませんが縁柱の煉獄さんなら何かしら導いてくれるのではないでしょうかそうだね鬼になっても人を食わない妹のことや鬼仏寺との遭遇について考えてみても炭治郎はそういった星のもとに生まれた子なのかもしれない。